もうちょっと早く行けそうだな。これなら行けんじゃねえか。へへん、どんなもんで。よし、オラの勝ちだな、ピカロ。なんですか、この二人は。もう一度勝負だ、ソン。ちょっと待ってください。免許は勝負じゃありません。安全に車を運転するためのものです。そんなことはどうでもいい。俺はソンに負けたことが気に食わんのだ。へへん、オラもようやく慣れてきたとこだ。ピクロ、次はお手芸本気の勝負だな。なんじゃと。望むところだ。なんですか。行くぞ、ソン。はい、クロン。帰ったぞ、父。悟空さん、どうだっただ。へへん、そりゃもうバッチリ。ピッコロに勝ったぞ。ち、勝った。よくわからねえが、それじゃあ免許は悟空さんが取れたのけ。それがさ、なんだかよくわかんねえんだけどさ、先生がオラたちの運転にビビっちまったみてえでよ。免許はやるからもう来ないでくださいってさ。ふん、それって半分投げ出されたんじゃ。まあとにかく免許は取れただな。おう、よかっただ。これであとは車を買えば念願の家族ドライブが。でもさ、オラたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから、後からお金払ってもらうって言ってたぞ。え、オラお金のことよくわかんねえからさ、後のことよろしくな、父。なよし、そんじゃオラたちは修行に戻っか。おい、父、大丈夫か？いろいろあったけんど、悟空さんもやっと免許を取れたし、あとは車が欲しいだな、悟空さん。そんなこと言ってもよ、うちにそんな金あるんか？悟空さが免許さ取るとき、いろいろぶっ壊しちまったから、その弁償で車買うための金がなくなっちまったんだべ。だから悟空さ、働いて車を買ってけれ。そっか。はっはは、悪い悪い。だったらよ、機械のことだし、ブルマに相談してみっか。そりゃいいべ。ブルマさんならいい案を教えてくれるかもしんねえな。じゃあ、ほら、ちょっとブルマんとこ行ってくっからな。頼んだべ、悟空さん。
あら、孫くん、どうしたの？あのさ、悪いんだけど、ちょっと相談に乗ってくれねえかな。あら、いいわよ。相談って何？ほら、父に言われて車の免許を取ったんだけどさ、今度は父のやつ車欲しがってんだ。なんとかなんねえかな、車。へえ、孫くんが免許をね。まあ車くらいならなんとかならなくもないわよ。ほんとか？でも孫くんの運転って乱暴そうだし、普通の車じゃすぐに壊しちゃいそうよね。もし孫くんが材料を集めて持ってきてくれるなら、私がとびきり頑丈な車を作ってあげるけど。材料って何集めてくればいいんだ？そうね、必要なものはリストアップしてあげるわ。それを見たらわかるから。あとついでだから、作った車のメンテナンスや改造も私がやってあげるわ。そっか、悪いな、ブルマ。いいわよ、これくらい。父さんによろしくね。帰ったぞ、父。ああ、悟空さん、車はどうだったべ？材料集めたらブルマが作ってくれるってよ。ほんとけ、よかっただ。じゃあできるだけ早く材料集めてけれ、悟空さん。きっと材料集めも修行になるだよ。修行になるかわかんねえが、一丁集めてみっか。よし、今日はどうすっかな。お父さん、お母さんが呼んでるよ。父が？わかった、ピクロ。また悪いけど、おめえは先行ってご飯と修行しててくれにか。ふん、いいだろう。悟空さん、今無天老様から連絡があっただよ。カメハウスにランチさんが来てるんだと。へえ、懐かしいな。それで、なんだって？よくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ、悟空さんに。ほら、修行があるんだけど。無天老様に失礼があっちゃなんねえだ。話を聞くだけ聞いてやればいいべ。そうだな。じゃあ、ほら、じっちゃんとこ行ってくっかさ。気ぃつけてな。ま、とにかく行ってみっか。